意欲があればちゃんと学べる、正社員として働く、こんな当たり前のことがいつ変わってしまったんでしょうか。政治が自己責任を煽る、自由競争を煽る、それは政治の責任放棄じゃないでしょうか。森友問題、賭け問題、権力の私物化、情報を隠しごまかし開き直る、安保法制、特定秘密保護法、そして共謀罪、国民の大きな反対の声があってもろくな説明もしようとせずに、説明して説得して納得してもらおうという努力もなしに、今数を持ってるから何をしてもいいんだ、これが本当の皆さん民主主義でしょうか。まっとうな政治を取り戻し、まっとうな暮らしを取り戻すために新しい受け皿が必要だ。右とか左とかそういう時代じゃありません。強いもの、豊かなものをより強く豊かにすれば、そのうちみんな引っ張り上げられるでしょうという上からの政策を、暮らしをしっかりと下支えして下から押し上げていく、新しい下からの暮らしからの政策へ変えていこうではありませんか。